はい、こんにちは。コメント欄は本当にありがたくて、もう感謝してもし尽くせないんですけども、今朝投稿した問題も、非常に素晴らしい別解、まあ、ただなんか一行ボソって書いてあったんで、最初意味がわかんなくて、んで考えてみたらなるほどと思わせるものがあったので紹介したいと思います。まず問題は、自然数 PQR があって和が10ですと。で、まあ、この相場を求めてくれと。まあ、もう見るからに多項定理の格好をしたものなんですが、で、その多項定理がそもそもどう出来上がってるかっていう話は、まあ、その動画でしてるんで、まあ、簡単に言いますけども、まず、N 個の、まあ、A たす B たす C の N 乗をした時の、A の P 乗、B の Q 乗、R の、あ、じゃあ C の R 乗の係数がいくつですかっていうのが多項定理ですよね。で、A を P 個選ぶんだから、N 個の中から P 個選ぶんで、コンビネーション NP と。で、P 個選んだ残りは、N-P 個の中から、今度は B を9個選ぶんだから、コンビネーション N-P で9と。で、まあ、残りはもう一通り、もう残り物選ぶだけですけども、あえて書くならば、コンビネーション N-P-Q の中から R 個選ぶと。いうのが、多項定理の、まあ、ここのケースの出来や成り立ちで、まあ、これ計算すれば、N の階乗、P の階乗、Q の階乗、R の階乗になると。で、まあ、これがその場合の10個バージョンで、ただし、これは今、この問題は PQR 自然数だから、これ0個でも OK です。要するに、これには当然、A の N 乗、B の0乗、C の0乗っていうのも含まれているんで、それはダメですよっていう話なんですが、これは要するに、この場合、10個から、P 個選ぶ。で、Q 個選ぶ。R 個選ぶ。の、いろんな場合の全てを求めてくれという話なんですが、じゃあ、このコンビネーション10、じゃあ、このコンビネーションの掛け算で、求められるのはどういう時の話かっていうと、今、ここに10個、ボールがあります。番号ついてます。全部異なる。個性のある10個のボールからを3色に塗り分けろと。赤、青、黄色に塗り分けろと。いうときに、じゃあ例えば赤は3個、青は5個、で、黄色は2個に塗り分けてねと。言ったらまさにこの式ですよね。コンビネーション10個からまず赤を塗る3個選んで、残りの、7個から青を塗る5個を選んで、まあ、残りは1通りですけども、あえて言うなら2、2と。いうふうにして出来上がるのが、この赤3個、青5個、黄色2個に塗り分けろと。で、この個数を、ありとあらゆる、いろんな1、1、8とか、2、3、5とか、いうふうに、いろんな全部のパターンを求めろっていう話ですよね。ってことは、すなわち、この10個のボールを、三色に塗り分けるのは何通りありますかっていう話に行き着くと。なるほどね、と。で、もちろん、三色全部使わなきゃいけないから、全部同じ色とか、二色だけっていうのはダメですよ、という話になると。じゃあ、十個の異なるボールを三色に塗り分ける方法はっていうと、それは、まず一番のボールから、何色にしようかな、三通り。二番も三通り。全部三通りだから三の十乗。でも、この中には、全部同じ色になっちゃう3通りが入ってますねと。まあそれはダメですよと。3色使わなきゃいけないから。で、あと2色だけのもダメですねと。2色だけの塗り方っていうのは、全部のボールを2色で塗っちゃうのは2の10乗。例えば青と、赤とか。だけで塗っちゃうのが2の10乗。だけどそれにも、全部青、全部赤が含まれるから、必ず2色使えってなったら引く2と。で、2色の選び方は3通りありますねと。3個の中から2個選ぶ組み合わせ3通り。なんで、三括弧2の10引く2と。これでまあ答えになるっていう、なるほどねということでした。本当にまあありがとうございます。じゃあ以上です。